アーガー・モハンマド・シャーは、イランのガージャール・アの初代シャー。即位前は、アーガー・モハンマド・ハーンと呼ばれた。父は、トルコ系ガージャール族の族長として、勢力を誇ったムハンマド・ハサン・ハーンである。少年は1734年頃とも言われている。ガージャール族は11世紀に、イランに進出し、サファビー朝の支配下で過ごしたが、王朝崩壊後は、 アフシャール・朝のナーディル・シャアに従った。1747年に、ナーディル・シャアが、部下の反乱で暗殺されると、ムハンマド・ハさンは、カスピ海南岸一帯に独立勢力を築いた。だが、ナーディル・シャアの後を継いだ、アーディル・シャアが、ガージャール族の勢力拡大を憂いて、鎮圧に乗り出す。この時に、アーガー・ムハンマド・ハーンは捕らえられ、アーディルの命令で虚制されてしまった。時に、 数えで14歳の時である。アフシャール朝は、その後、アーディルシャーが処刑されるなどして衰退した。代わって、勢力を強めたのが、ザンド朝のカリームハーンとガージャール族のムハンマドハサンであった。両者は、イランの派遣をめぐって激突し、知事はムハンマドが優勢だったが、1757年に、シーラーズの戦いで敗退するムハンマドの勢力は、急速に衰退し、 1759年にカリームによって殺害された。この時、アーガー・モハンマド・ハーンはカリームに捕らえられ、人質としてシーラーズの宮廷に連れてこられた。アーガー・モハンマド・ハーンはカリーム・ハーンに大変長愛され、厚遇を受けた。またカリームの養育を受けて、学問に励んだと言われる。1779年にカリームが死ぬと残土朝で、 後継者争いが起こった。アーガー・モンハンマド・ハーンはこうなることを察知していたのか、カリーム没後の翌日には、シーラーズから逃亡する。そして、カージャール族をまとめ上げて、イランの派遣争いに加わった。1785年までには、父時代のカスピ海南岸から、エルブルズ山脈の一帯に勢力を確立した。そしてイラン中央部の制圧を目論み、2年後には、 イスファハーンとテヘランを奪い、テヘランを音にした。1794年には、ファールスとケルマーンを制圧し、ルトフアリーハーンを捕らえて処刑し、ザンドアサを滅ぼした。その後、イランの北西部に進出。また、イランの北東部にある要衝のマシュハドにも進出する。だが、この頃は、ロシア帝国による南下政策が脅威になっており、 アーガーは1795年にロシアと関係の深かったグルジアに攻め込んで、ロシア帝国の脅威を排除した。1796年には、マシュハド一帯を支配していたアフシャール朝のシャールフを捕らえて殺し、アフシャール朝をも滅ぼした。そして、イランのほぼ全土を制圧したことを背景にして、無ン平原で戴冠式を行い、カージャール朝を創始した。 1797年、アーガー・モハンマドシャーは、ロシア帝国の南下を抑えるため、コーカサスに遠征した。ところがこの時、アーガーは二人のメシいカイが、自分の居室で喧嘩をしているのを目撃する。アーガーは激怒して、メシいカイを処刑するように命じたが、部下の取りなしでそのメシいカイを許してしまい、さらにそのメシいカイにそのまま自分の身の回りの世話まで任せてしまった。だが、 メシスカイは、アーガー・モハンマド・シャーの気が変わることを恐れた。そして6月17日、メシスカイはアーガーが寝ていたところを視察したという。没年齢は64歳あるいは56歳。少年時代に虚勢されていたために、アーガー・モハンマド・シャーには、実施がなかった。このため、弟のフサイン・クリー・ハーンの息子であるファトフ、アリー・シャーが後を継いだ。ありがとうございます。